米沢中央高校主将大竹優斗です。夏は一戦一戦大事に一戦一勝で頑張りたいと思います。夏は絶対甲子園優勝します。去年の夏から悔しい負けを経験してきた米沢中央、最後に勝利をつかむプレーができるように今年自主自立をテーマに選手主体のチームを目指してきました。全体的に、ここでの1本、同時にここでの1つのアウトを取るというふうなところで、アウトが取れず敗戦しました。それを考えるとこの1球勝負に対する気持ちの部分、これが必要になってくるなというふうに感じております。守備では今年からショートに高梨恭平が入り、二遊間を中心に安定感が増してきました。投手陣は左の変則武藤翔太が先発し、エース高橋蓮斗への継投で相手打線を抑えます。ストレートで押してコースをしっかり投げ分けて、強気のピッチングが自分の持ち味だと思います。夏は本当仲間を信じて一球一球全力でチームを甲子園に連れていけるように本気で頑張りたいと思います。9人の中に左打者が多く入るチームなんですけれども、左投手を苦にすることもないですので、昨年同様ですね、隙あれば足を絡めた攻撃して長打の打てる青木、大竹、渡辺光大、ここにチャンスを作ってつなぎたいなというふうに思っています。 1,2,3,4,5 は、長打とまずヒットを出るっていう面でしっかりリラックスして、強い当たりっていう面で、しっかりフルスイングを意識してバッターボックス入ってます。とにかく打ち勝てるチームがこの夏は上位に行けるのではないかなというふうに思っておりますので、チャンスに1球で仕留める、そういった攻撃をしたいなというふうに思ってます。絶対甲子園行って甲子園で優勝するんだという目標をしっかり叶えて、親とかにもやっぱ支えてもらってるんで、しっかり親にも恩返しという面で、絶対甲子園行きたいと思います。全員やっていこう。